はい、それではですね、まず最初にマーケティングとはというですね、話をしていきたいと思います。このマーケティングというですね、概念を正しく理解しておかないと、やっぱりうまくいかないので、ビジネスというのは。なので、まず最初にですね、共通認識として、このマーケティングというものについて考えてみたいと思います。で、マーケティングの定義ですけど、これはですね、本当にその広い範囲を指す言葉なので、これですっていうふうにね、言語化するのが非常に難しいんですけど、しっかりとですね、自分の中で言語化して腑に落としておかないと、なかなかですね、何をすればいいのかわからないってことがあるんですね。漠然とした概念であればあるほど言語化することってすごく重要で、例えば幸せって言葉がありますけど、幸せっていう言葉って人によってそれぞれその定義が違うじゃないですか。お金持ちになることが幸せだっていう人もいれば、家族とね、仲良く過ごすことが幸せだって考える人もいます。つまり、どういうふうに言語化するかによって、取る行動が変わるわけですね。幸せイコールお金持ちだって考える人は、まあ、お金を稼ぐための行動に出るでしょうし、幸せイコール家族と幸せに過ごすことだって考える人は、家族との時間を優先しますよね。同じ幸せでも取る行動が真逆になるわけですよ。仕事ばっかりね、頑張ってお金稼ごうとしたら家族がね、ないがしろになって家庭環境が悪くなったりしますよね。で、一方で家族のことばっかり優先してると仕事がおろそかになって全然収入が増えないというふうになるんで、この幸せっていう言葉一つでもですね、どういうふうに定義づけするかによって全く変わってくるわけですよ。それに対して取るべき行動ってのは変わってくるわけです。なので、このマーケティングっていうことをするときにですね、マーケティングって何なのかっていうのは分かってないと、どういう行動を取ればいいのかっていうのは分からないんですね。だから、まず最初に共通認識としてマーケティングの定義について、まあ、考えていきたいなと思います。これはまあ僕なりの解釈なので、これが正解ですよっていうものではないんですけど、一番しっくりくるんじゃないかなと思うんで、それについてね、今からお話しさせていただきます。で、マーケティングの定義についてお話しするときにですね、このピーター・ドラッカーの言葉、有名な言葉があるんですけど、優れたマーケティングはセールスを不要にするって言葉があるんですね。要するに、マーケティングがうまくいったらセールスなんかしなくても商品は売れるんですよっていうのがこの言葉なんですけど、この言葉、まあ、ドラッカーね、まあ、マーケティング業界の巨人なんで、まあ、彼が言ってることですから、まあ、すごくね、まあ、しっくりくるんじゃないかなと、一番この定義付きとしては合ってんじゃないかなと思うわけですけど、ここから逆算して、紐解いて考えると、こういうことだと思うんですね。マーケティングというのはですね、セールスを容易にする行為すべてです。もう一回言いますね。マーケティングイコールセールスを容易にする行為すべて。マーケティングイコール集客って考えてる人結構いるんですけど、もちろん集客もマーケティングの一部になることはあるんですけど、マーケティングイコール集客ではないんですね。セールスを要因する行為すべてです。だから例えば、お客さんに好きになってもらうとかね。好きになってもらうことって別に集客じゃないじゃないですか。でも好きになってもらったらお客さんで商品買ってくれたりするんですね。特に何か売り込みをしなくても、もう自分がね、こういう商品がありますって紹介するだけで、いや、〇〇さんのファンなんでぜひ買わせてくださいっていうふうになるわけじゃないですか。っていうふうになると、このファンを作るとかね、好きになってもらうっていうことをマーケティングっていうふうに言えるわけですよ。逆にその、例えばお客さんとのメール対応一つ、まあ、よくいるんですけど、なんかマーケティングをね、偉そうに語ってる割にメールを送ったら何の返信もよこさないとか。でもそのメールの返信をよこさないとか、完全に無視するっていう行為をすることによって、お客さんって離れていきますよね。なんだこいつ不親切だなっていうふうになるわけじゃないですか。そうすると、それってセールスに大きく影響を及ぼしてるわけですよ。どんなにその人がね、偉い人であっても、何なんだこの人、全然ね、問い合わせしても返信もよこさないしってなったら、そのお客さんもその人から離れていきますよね。だから、その、もっとリアルビジネスに置き換えて考えるならば、自分がレストランでね、ご飯食べに行って、店員の態度が悪かったら、もうこんな店二度と来るかってなるわけじゃないですか。だからその店員の態度、接客態度もマーケティングの一部っていうふうに言えるわけですよ。だからセールスを要因するもの、もしくはそのセールスに関わってるものですね。これらはすべてマーケティングっていうふうに言えるわけですよ。だからマーケティングイコール集客っていうふうに勘違いしてる人が多いんですけど、マーケティングはお客さんを集めることだけではないんですね。で、あえて言うならですよ。あえて言うなら、ただ集めるんじゃなくて、集めた人を絞ることがマーケティングなんですよ。いろんな人が集まってきますよね。自分が情報発信して、なんかそういうね、情報を出してると、いろんな人が集まってくるわけじゃないですか。でもその中の全員の人たちが自分のお客さんになるかって言ったらそういうわけじゃない。軽い気持ちで情報を聞きに来てる人もいるし、まあ、いわゆるそのターゲット、見込み客とね、まあ、言われる人たち。将来的に自分のお客さんになってくれる見込みのある人たち。
だけを絞り込んでいかないと、自分の商品を買わない人にですね、どんなにアプローチしても、まあ、その人たちは何も行動を起こしてくれないわけですよ。ね、自分がダイエット商品を例えば売っていたとして、ダイエットに興味のない人が寄ってきてもですね、その人は絶対買わないじゃないですか。でそういう人に例えばセールスとしてはどうなるかっていうと、売り込みされたってなって、相手はその印象を悪くするわけですよ、こっちの。でも例えば相手がダイエットを悩んでいて、どうしてもね、痩せる方法を知りたいっていうふうになった場合、いや私いいダイエットの方法知ってますよって言ったら、向こうからですね、むしろその話ぜひ聞かせてくださいってなると思うんですよ。そうするともう売り込みじゃないですね、むしろその相手のその欲しい情報を提供するっていうね、むしろ感謝される立場が変わるわけです。だからこれ全然違うんですね。お客さんが集まってきてたくさん増えればいいかっていうと、そういうわけじゃない。だからよくまあ Facebook もそうですけど、 Twitter とかでもいるじゃないですか、フォロワー何万人とかって。でもそれってある意味絞り込みが全然できてない証拠なんですね。そんなにこう何万人も来るわけがないから。だから実際はそのお客さん何人いるかよりも、その中にどれだけ自分のまあ、将来的に顧客になるお客さんがいるかっていうことの方が重要なわけです。まあ、いわゆる量よりも質の方が重要だってことですね。フォロワーが1万人いても誰もね、まあ、ツイッターとかでもたまにいますけど、フォロワー1万人いるけどいいねが1件しかついてないとかって、ね、それってもう他の9999人は自分の投稿見てないか興味がないってことじゃないですか。それって意味あんのって話なんですよ。フォロワーが1万人いてもそんな状態だったら1円のね、まあ利益も生むことはできない。逆にフォロワーとかがね、例えば10人しかいなかったの、その中に1人ものすごい強烈なファンがいて、自分の100万円の商品を買ってくれてね、しかも継続的に買い続けてくれる、あるいはそこで口コミでさらに次のお客さんを連れてきてくれるってなったら全然違うわけですよ。フォロワーの数で言ったら1万人の方が圧倒的に多いわけですけど、でもそのね、もたらす価値、まあ LTV とかそういうふうに言いますけど、ライフタイムバリューとかね、そういうところで考えたら圧倒的に後者のこの10人のフォロワーの方がよっぽど価値が大きいわけですよ。いや、そういうふうに考えていかないと、この Facebook マーケティングとかでもよくあるんですけど、フォロワー何人増やし、友達何人増やす方法とかってね、確かに増やすことも大事なんですけど、その増やした人たちは本当に自分の見込み客なんですかってところを考えないと、まあ自己顕示欲求とかね、承認欲求を満たしたいっていう、ね、目的で集めてるんだったらいいですよ。自分はこんなにたくさんね、友達がいるんだとかっていうところで満足したいっていう目的なんだったら別にそれでもいいんですけど、我々はビジネスとしてね、Facebook とかを活用してるわけだから、そういう、まあ、いわゆるハリボテですね、形だけいて全然その、まあ、意味がない、数だけ、その数字だけって意味がないんですよ。ブログのアクセス数がね、何万 PV ありますって言っても誰も商品買わなかったら意味ないじゃないですか。読んでなかったりとかね、投稿だ、それは意味がないってことなんですよ。だからなんでね、集めた人を絞ることがマーケティングなのかっていうと、もう今言った通りですね、自分や自分の商品に対して興味のない人をどれだけ集めても意味がないからですよ。1万人集めても誰も自分の投稿を見てないとかね、誰もメルマガに登録してくれない、誰も商品買ってくれないだったら、その1万人っていないのと一緒だと思うんですよ。だからここをしっかりと はっきりとさせておかないと、マーケティングイコール集客みたいな風にね、定義付けしてしまうと、とにかく集めればいいんだっていう風に勘違いして、無駄な労力とか時間とかお金とかね、そういうものを使って、まあ、どんどんこう疲弊していくっていう風になるんで、まず最初にマーケティングの定義ですね、マーケティングとは何なのかってことをしっかりとね、理解していただければと思います。